対象は生後6ヶ月以上のすべての人で、オミクロン株の一種である XBB.1.5 系統にも効果があるとされるファイザーとモデルナのワクチンが使われます。愛知県岡崎市では県内でいち早く集団接種会場が開かれ、7回目の接種だという高齢者を中心におよそ340人がワクチンを打ちました。今年はインフルエンザとごったごたになっているから、早いところ打った方がいいかなと思って。せっかく国が無料で打ってくれるというのに、打とうかなと思って。新型コロナの感染症法上の扱いは2類から5類になりましたが、この接種は特例として費用は無料。ただし期限は来年3月末までで、今回が最後の無料接種になる可能性があります。